鳴神オリジナルのこのコックコート発売中です。詳しくは概要欄にて、ご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、鳴神です。今日はね、ちょっと変わったおソースをご紹介しようかと。まあ、変わったといっても、まあ、だいぶ前にですね、レモンクリームってあのデザートでこの今の分量にすごくたくさんのグラニュー糖を足したいわゆるタルトシトロンといわれるタルトの中に入るレモンクリームをですね、ご紹介したことがあるんですが、今日はそれを砂糖抜きの状態のものを作って、まあ、ちょっとコクのあるかつ前菜で使えるようなそういうソースに仕上げようかなと。これすごく混ぜるだけで簡単なので、分量の卵ですね、今卵黄と全卵と使って卵と、今レモンジュース、レモン汁ですね、絞ったレモン汁とお水を足してます。で、無塩バター溶かしたもの、材料これだけでして、卵よく混ぜといて、まあ、あと合わせるだけですね。レモン汁と水にバター合わせたら火にかけます。で、混ぜながらもう沸くところまで火を入れて大丈夫です。で、結構ダマが強くなるかもしれないので中火もしくは、まあ、弱火だとはまあ安全ですが、まあ、ダマになったら別にこしていただいて大丈夫なんですし、あのハンドミキサーで、回して滑らかにしてからよく冷やして、でこれ冷やして置いておいて、例えばなんかオイル系のもので溶いたりとか、まあ、最後は味付けは、まあ、お塩を足してもいいんですけど、ほとんどお塩というよりも酸味がちょっとしなんかこう塩分と勘違いしてキュッとこう締まる感じがあるので、まあ、できればね、あの上白糖とか少しこうきび糖みたいなお砂糖で、味を整えるっていう感じが一番いいかなと。イメージ的にはね、黄身酢みたいな、はい、沸いてきましたね。こんな感じで沸くところまでしたら、いわゆるカスタードクリームみたいになります。ポコポコっときたら僕はこしますね。まあ、これはねちょっとお家だと面倒なんでこさなくてもいいんですが、もしダマになった時は冷蔵庫に入れる前に一度、ハンドミキサーにかけてからよく冷やすようにしてください。で、この中にちょっと卵のなんか白いところが固まったりすることがあるので、まあ、僕は丁寧に一応こしておきます。で、こんな感じで綺麗な滑らかな状態で冷やして、それからまあ、あの冷蔵庫に片付けるようにしてください。まずはこれで出来上がったのが今こういうねとろっとして、冷蔵庫に入れるともっとしっかりプリッと固まるので、ね、ちょっとお砂糖を足していくことによって味がまとまってきます。お砂糖の量はね本当好みなので、次でちょっとね海鮮のものやお野菜とあえて、まるでちょっと黄身酢であえたようなそういうお料理を作っていきたいと思います。今回はまずレモンクリームのベースを作りました。ぜひお試しください。今日はレモンクリームのソースでした。どうもありがとうございます。